あれ今弁当入った方いますよね。誰？どっち？水子なり。いない。いや多分アーカイブで高田さんじゃないあれ。あっ。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。あら、インポスター神明夜行きましょう。ブンブン、ハロー YouTube。買っちゃった人代ですか？あれ？あれ？はい。あれ？はい。じゃあ勝ち合った方。誰だ？はい。そのタイム。真ん中とどこが勝ち合いましたか？一番右。おお。俺も当ててるじゃねえかよ、右っつって。はいはいはい。何なんだ？右って言ってたの。右ですよ。あって一番右と真ん中。ちなみに俺は勝ち合ってないです。やってないです。20% 当てました。適当に当たって。25% なんだよね。これ4択だから。ああ確かに真ん中とどこってってそう。確かに。あすごすぎ割れた。キュンキュン。閉めないで。よーいドン。3秒ぐらいはやっぱりなやっちまうよな。早すぎやろ。すんだよここで。めっちゃ怒ってたぞ今なんか。ガミさん逆やでミュート。ガミ逆なんだよ。ミュート。何が何が。ガミさんブチギレした今。ブチギレ声入った。ガミさんブチギレした今。本当に怒ってたもしかして。なんでこだすんだよ。あれ妨害しちゃいましたね。ミュート忘れて。そう なんで、あ、ここで押すんだっつってミュートにしたんですね、僕。違うんですよ、金庫タスクあるけど、でも30秒経ちそうだし、ミーティング行っとくかって言ったら押されたんで、あのやっとけばよかったっていう。苛立った僕のボタンでブチ切れしたって。ガミさん、そういう風の動きしてたわ。U ターンした。逆に白いの。俺はゲンさんのボタンにブチ切れましたけどね。25秒でボタン押すんじゃねえよマジで。忖度ってもんがねえのか。忖度ってもんが。あら、うい、うん、楽勝ね。そうだね、除染の真ん前だね。通路っすか？除染通路、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 はい、だから絶対光る。結構…ピカさん、僕疑ってます今。うん、割と。あ、マジで了解っす。じゃあちょっと話聞いた上で回答しますね。まあ、話というか普通に、停電祭っていう、私がまあシャワーに入あ、まあ、停電になる前にシャワーにいたんですけど、結構な人数いて、で、その後私がタオル拾ってる最中に途中で翔平さんが多分メインホールから入ってる。そう、メインホールから入ってピカさんと一緒にタオル右下の方を拾い、そこで弁当タスクもやり、そこで停電が入り、シャワータスクのとこに、タオル取りに行って、そこでもピカさんとすれ違い、もうほぼピカさんの真後ろを走ってる形でタオル入れるところまで行ってるつもりではいるんですけど、ただその時に光ってないので、
そうで、かつ、私もその停電祭中に動いてるから、どうしても後ろについてくるかどうかの保証がなく、私がタオルしまってて、うん、ちょっとしたらと、あの翔平さんが後ろについてる形だったから、うん、全然あの翔平さんは着る位置だなと思って。逆に僕からはピカさん絶対切れないとぐらい言えると思います。あのドアが閉めるタイミングないので。エレキからさ、はい、俺と一緒に2人上がって左に俺が左右に2人行った人の2人って誰だっけ。1人はゲンだと思います。あれもう1人なかった。もう1人が翔平ですね。あ、それが翔平か。はい。でその名屋がエレキに下ってたよね。そうです。その後梅健さんと、ね、梅健さんってずっとエレキですよね。僕エレキ出身、うん、梅健さんと多分ずっとエレキにいるはず。うん、その時にトータスさんが除染の部屋の中にいたのを見てるの でトータスさんとかもできそうな位置、はい、できると思います。メイヤーさんと除染で入れ替わりぐらいで出た、うん、除染出る時に伊豆さんが除染の配線してたんです。その後どうなったか分かんないですけど、僕はその後シャワー行ってシャワー のカンカンタスク裏からやって、で最後、リフトのあれが動いてるのを見て誰かがいる。藤宮が右から左に乗ってます。うん、あ、藤宮ルーンか。ピカさん視点で僕って弾けます？わからん。一応貨物で手で直します僕。あ、であれば多分大丈夫だと思う。他直しがいないんだったら。ガミさんどこ？ガミキッチン脇でずっと浮いてます。キッチン展望ダウンロードアップロードキッチンのバーが弁当タスク終わりぐらいです。え、ピカさんってそのトータスさんがシャワー裏からやってるのって見てます？その通過してるの見てます？見てないけど、私もシャワー奥でタスクをやってたんで、その間抜けられたら確かになくはないかなぐらい。うますぎはい、ナイス。メイヤーさんの動きは何ですか？箱直しました。あの、はい、ん？俺？メイヤーさんはなんかタオル拾うだけ拾って立ち止まってましたけど、米そう向かっただけだよ。あー、反射でスキップしてた。あんな。あ、危なくてもう入れちゃってる。あ、危なくてないわと思った。反射で押してた。ごめんなさい。え、結局白はメイヤーさん白出せます。うん、俺も梅健さんはエレキにずっといるはずだから無理だと思う。ピカメ、梅。あるまで白を打ってくれますピカさん。まあ停電直せる人が他にいないんだったら大丈夫だと思う。ピカメ梅ある。翔平さんとゲンさんとか。おお。くしゃみしちゃった。はい、俺はエレキから上がった後コミュサボの中のダウンロードに向かって終わりです。ダウンロード途中で終わってる。ゲンさんどこだっけ？ピカさんと私シャワー室でお会いした記憶があります、うん、でこの後アーカイブラウンジのトイレタスクの途中ぐらいで終わりです。ただ停電中だったんで多分どなたも見られてない。いやでもね、ゲンさんと一緒にシャワーの方に入って、僕がその下のタオル拾うときに上に抜けてってる人物がいるから、多分それがゲンさんで会っているはず、うん、はい。でトータスさんにもう一回女性マージの話聞きたいんですけど、その後で誰とどうすれ違ったんですか？できる的には最初、メイヤーさんが女性のところにいてて、シャワーあの洗う方にいてて、それ入れ替わりぐらいで僕がやって、うん、終わったらイズさんが女性の配線やってました。そのまま、うん、シャワー入ったぐらいのタイミングでもう停電出るか入るかぐらい出て、そのままカンカンタスクやって、アーカイブのドア開けたか開いてたか忘れたけど、それ行ってそのまま、リアプラン右行って、もう入ったぐらいには直っ てダウンロードしようとした時に藤宮くんが、乗ってんの。容疑者多すぎんだな。梅健さんの名屋さんの死人って停電前停電後どっち？停電前も停電後も見てる。うん、両方見てる。まあ名屋さんの人外の時は翔平さんも人外です。あ、で停電前に降りるの
メイヤを俺が見てるし。そう、で停電になる前に。だから翔平さんが登った後にメイヤさん降りてきてるんで、メイヤさんがそこで殺してる場合は翔平さんが主体するしてることになるんで、メイヤさんが巡回の時は翔平さんも巡回。てか、あの時高田さんともゲンさんともすれ違ってるから。あったらあったら。そうそうそう、ゲンさんは見つけないとか。要はもう停電になる前にエリキに降りて、そこからずっとメイケンさんと見合ってるから、もうキルクル的に無理ってことじゃない。そうそうそう、お肉女性っすよね。女性の廊下だね、だから絶対通ったら光る。みんなそこ通ってのはなお多分僕が除染抜けた時はまだキルクルも開けてないぐらいだと思うけどな。おたさん違うっぽいんだよな。きつ。キルできてるかな。おー、ええー、白いね。あれ今ベント入った方いますよね。あれどっち、いずこなり、いない。いや、多分アーカイブで高田さんじゃない、あれ。んという話が出てますが。あら無言貫いてるけど。高橋さん、一応あのミュートではないですよ、一応。はい、そうですね。キャッキャッってないだけなんですが。あ、 あらあら、高田さんだと思います、これは。反論いや、入ってないです。弱いな、反論が。弱い。あ、ですよね。でも、なんで入ったかすごい不思議。アーカイブにいた人物って、ゲンさん以外にいます？多分私近辺にいるはず。私がいる。うん、最後停電チェックしに行ってるから、ちょっと高田さんがマットで道連れされた時は怖いからシリフだけ出ときます。うん、 ありがとうございます。ナイスよ。アーカイブには長平原ピカクロスがいたってことですか？アーカイブ、あ、違います。僕がね、シャワー下ってメインの方に行くときにゲンさんとかピカさんがアーカイブ方面に入ってくのを見てるんですよ。で、高田さんも入ってってのを見てるから、その3人は大体その辺にいるなっていうのが僕は察しがついてるんですよ。うん、さっきのけど高田さん可能なんでしたっけ？いや、コミュニカに行ったんです。あ、でも、それって誰だっけ？誰かと一緒に行ったって言うんでした？いや、ケイさん。エレキからメインに上がるときに、ゲンさんと僕と一緒に上がってて、高田さん主張はコミサボの方に向かっていて、左に行ったのは誰も証明できてないと思う。そう、できてない。あれ、ゲンさんと一緒に行ったみたいなって言ってなかったっけ？あ、それは、翔平が同時にシャワーに入ってるっていうルートなんで、折り返してきてたらもう分かんないです。分かんない。仮にどっちにしろ、ゲンさんだったとしたら、絶対言わないでしょ。確かに。今のこの下りはまあ、確かに確かに、はい、あの弁当って停電入る前に見てきた感じ。いや、もうだからもうモリモリキルクル上がってないタイミングだから、モリ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 キルクル上がってないのにモリ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 ね、モリモリ上がってモリモリでした。モリモリキルクル上がってないじゃん。結構タスク勝ちも視野に入るかなって思っちゃう。高田さんがインポスターだったら。そうですね、確かにインポスターだったら、だったらなんて言えばいいか分かんなくなっちゃう。おーい、いいキル決めたのに。タコ、何やってんだ本当に。あ、下へ見てる、下へ見てる。エンジン左です。え？何人か。いや、でも、藤井。怪しいじゃん。いや、コミサボに、アルフジがいて、うん、で、僕が直したんですけど、藤宮は多分コックピットの方に行った。で、そのまま武器庫に。展望まで行ってる。あ、そうだね。下に。原産道連れされてます。おお、あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。ほんとだ。マットメイトか。
や、富士宮どうなんだろうな。一応ね、ぶちこの方に向かってる影は見えてる、うん、扉の光で。もうマットアッピーっていうか、マットアッピーマット否定されてるから、で、左にはあのアップロードだけしかないから、もうアルマがなんか爆速でコミの中入ってたから、じゃあ任せよう。もうタスク終わったから、もうサボ直し早。だから、まあ、待ったタイミングで僕が通ってるので、まあ10秒以内。あ、でも、多分、ね、近寄らないといけないから。翔平さんは近寄らないと、メイヤさんはミーティングで蓋してくれてるから俺は無理。うん、いやあれ微妙なんだよな、まあ配線の下。ああ。うん。ああ。で、翔平さんしても僕って否定できませんか。僕はあの、翔平さんと藤宮が多分ダウンロードしてるときに、宿舎行ったら宿舎閉められて、で、宿舎の左だけ開けて、ダウンロードして、で、最後ミーティングに登ってるって感じ。ああ、じゃあ否定できそうな気がする。で、藤宮さんはこのターンの前のターンの最後にエンジンのダウンロードやってて、ね、このターンの冒頭からダウンロード始めてるから行動がクルーっぽいんですよね、うん、なるほどね。そうそうすると一旦端行くとガミモモウメギ、ガミモモウメ、ガミはメイン脇でずっとエレキです。今エレキ俺も言ったけど合ってない。あれあらでも僕も見てない。はい、はい、まあでもエレキ全部回ったわけじゃない。右上あのセキュリティ側から入って右上のパチだけやってメイン上がってる感じですか。梅さんは？だけアーカイブ、ラウンジ、アーカイブ、最後シャワーです。シャワー民間扉閉まってます。タスクって終わります？終わると思うよ。俺エレキが残る。俺も、でもあとまあ一回とりあえず方針決めるためにもう一回ボタン押したいけど、ただ初手キルができるのがまあ翔平さんがピカさん視点で筆頭で疑っていた、トータスさんもまあ通ってるから余裕者1位で、メイヤウメキンは白を取り合ってる。ガミさんはどうだっけ？ガミさんはキッチンで浮いてたって言ってた。キッチン、タン脇で浮いてます。まあとりあえずスキップでいいと思うよ、まだ2キル。今はスキップで。うん、スキップでいいと思う。モリモリキルクールたまんないタイミングでボタン押したい。やってほしい。いや、いいキルだね。扉の量よ。ナイス、ナイス、強い。タスク終わりますね。じゃあ僕エレキが残ってます。もう一回トータスさんとメケンさんは死にあるんでしたっけ？死にないです僕。ないです。うん。トータスさんは一応その高田さん、ゲンさん、俺の3人でメイヤさんと入れ違いでメイン上がった後、僕がシャワー入る前に除染室を覗いて除染をやってたのを見てる。あ、覗いてるんは、うん、覗いてた。ごめんなさい、トータスさんもう一回聞きたいんですけど、石油からあの右上のパチまで一直線ですか？そう、もうキッチン脇、右上のパチ、あ、アルマ君とアプローチしてか。食い違い、いや食い違いまでいかないんですけど、僕最後8番の目押しやって、で5番のガチャガチャにいたので、そこですれ違えばぐらいですかね。そんな奇跡僕は起きないと思いますよ。位置は合ってるからな。でも食い違ったとしたら神さんに投票しちゃうけどな。うん、翔平さんよりは動いてますからね。トータスさんはね、翔平さんはさっきのキルがそもそも無理ですよ。そう、うん、トータスさんは今のターン、そのエレキの勝ちタスクの後半のやつを武器庫でやってるムーブをしてたから、それもちょっと後ろっぽいと思って。ああやってたな。いやいや、で2人に任せてボタン押しに行ってやってた。これね、60秒じゃ終わらない。エレキと、シャワーの配線とミーティングだから、配線がどこまで続くか次第。あと1で終わる。ちょっと怖い。まあまあ、いざとなったらアルマ君ピシュッてやってもらって。あ、そっか、アルマ君。ああ、いざとなったらね。いざとなったら。っていうか、2浪残ってる状況だから。うん、まあ、今も10秒。いや、つらない。これどういうつながりがあるのかが全然わかんないんだよな。うん。まあ、でも、初手切る翔平さんかガミさんに、あ、まあ、トータさんがギリアンか。うん、全然あるから。だから、結局そこの3人なんだよなって感じがする。
さっきのトータスさんのルートを聞いた上で、確かに俺らとすれ違わなくても大丈夫だなと思ったんで納得はいったんですよね。そのアーカイブの方に抜けたルート。ガミさん8割、モモ諸兵1割ずつくらいで歌う。ああ素晴らしい。うん、でもそう俺の中でもガミさんの方がやっぱ黒く映ってはいい。さんも切ってもいいんじゃない？まあ見つけたら切ろうかなじゃん。で、うん、あいやでもそれもいいよ俺ね一応。いや見つけたら切るだ。いやそれダメだ。怖い。タスク。普通にタスクでいいと思う。見つけて切る必要がないから普通に。もう。あれのタイミングがね。おい、ヌン乗った人って誰ですか？出てこないんだったら多分メケンさんだと思う。あ、俺じゃない。出てこないんだったら多分トータスさんが乗ってると思う。僕が昇降機右で停電を直すときに、はしご降りるときにヌンが左から右に来ていて、直して上に上がったらトータスさんが死んでた。今、僕、ミーティングのはしごから降りて、はしごの真ん中ら辺でヌンの音確かにしてたけど、下は見えてない。多分それがトータスさんかな、じゃあ。乗ってきて殺されたからヌーン、ね、トータスさんはねんアーカイブでカメラに映ってたので一応右にもともといた人なんですよね。あそうなのか。そうもともと右にいた人で、でその後にアーカイブをシャワー方向から入ってきてる人物がいて、でその後梅健さんがミーティングに上がっていくのを見てるしっていう感じなの。じゃあ右に逃げたのかな。です、ね、ガミさんヒットっていうかもうガミさん、あでもてかトータスさん死ぬんだったらもうガミさんするか。うん、ガミさん10秒しかないし。でも俺タスクがねまだまあ進捗悪いから。でもガミさんがインポスターだった場合1分半あるよ。1分半か。まあ俺を白で置いてくれるならもうメイヤウメケンどっちか来てどっちか釣れば終わりかなと思った。えガミさん釣った後ガミ翔平の二郎とかないの？翔平さんも弾けないとは。翔平さんって何弾けんの？むしろ、まあ、ガミさんはもうメイヤさん僕、うん、あのエンジン左から右に走ってるのとか見てますよ。そうだよね。カメラ情報で。ああ。カメラ情報とかを入ってないから。せいだとしてほしいから、位置的に俺は切れない。ああ、まあでもそっか、相方がまだ。だからこのキルに関してはガミさんヒットで釣るってことでしょ？うん、そう。そうだよね。まあ、このキルも今までのキルもコンビで。うん。初手キル考えるんだったら、初手キルがガミさんだったらあれだけど、初手キルがガミさんじゃない場合ってもう翔平さんぐらいしかいないんじゃない？うん。そうだよね。まあ、俺のタスクが厳しいからっていう提案です、これは。うんうんうん。はい。うん。1分半っても厳しい。うーん、どうだろうな。まあワンチャン厳しい可能性もある。エレキが、まあ、あと567とシャワーの配線とミーティング。これはやばそうと思ったらもしかしたらボタンになる可能性もあります。シャワーの配線か。ああ、なかなかや、うん。まあまあ。うん。エレキからやる。エレキ配線ミーティングの順でいきます。全然会えんやん。全然会えんやん、マジで。全然会えん。はい、今メインの、まあ、本当にど真ん中暗室の下のとこにいるんですけど、ここで光りました。うーん、藤宮さんはちゃんとヘメヤならメイヤさんになっちゃうかな。藤宮さんはちゃんとエレキでタスクをやってるのを見に行った。
これはでもキルするタイミングは今まで一度もないですよ。まあ、このターンは浮いてるかもしれないけど、今まで俺がインポスターの場合って本当に全くキルせずにここの盤面まで来てるぐらいかな。翔平さんって、うん、メインからエンジンに入ってなんでもう一回メインに来た感じですか？てか、ね、むずいなこれ。停電になってヌーンが左にあったらリフトの右に停電直しに行こうと思ったんだけどなかったから下にもう一回戻ってきて、そうで俺もボタン押しちゃってるからミーティングに行く意味がないと思って戻った。ああ、なんだこれ。ここ結構もう翔平さん白く見てるけどな。メイヤさん可能性としては全然あるけど、メイヤさんって初日もあれですよね、メケンさんとシュートでやってましたよね。やってる。まあだから俺がインポスターの場合は本当にキルをこのターンしかしてない人間だと思う。このターン以外容疑者に上がってないんだよ。あ、じゃあいいんじゃない。これあ、ダメか。あ、いやダメだ、ごめん、ダメだ。タスクはまだ終わんない、ね、まだラウンジの配線と武器庫の勝ちタスクが出てきちゃったから30じゃ終わりだな。まあでも1分あれば終わんじゃない。いや微妙だ。30で終わらないやったら俺釣られるのわけにいかないんですよ。あ、ミーティングもあんの？うん。あ、ミーティングもあんの。いやタスクが多分もう藤宮が終わってるから藤宮来るだと思うんだよな。だから、もう僕5ターンくらい前から終わってるからサボも結構行ってて、俺あともう白アピすることができるとしたら容疑者として広げられるところをどんどん白弾きしていったことぐらいしかもう白アピできる要素がない。翔平名どっちだろうな。俺ももうシンプルに、でも翔平さん2キル目はキルはできないから翔平名や2人とも多分。2キル目って誰だ？あのミーティングで僕と翔平さんがいた時、俺はメヤさんに行くか。いや、弾ききれないけどわかんねえ。俺終わんなかったらもうキルボタン連打します。いやもう頼むよアルマ、藤宮タスク押せよお前。いや、まあ、頑張れよマジで遅い。はい、斉藤。ありがとうございます。すごい、はい、すげー。福宮さんいけたの。え、2キル目どうやってやってキルしてるんですか？あ、僕じゃない、初手キルが僕だけど。あ、初手キル、初手キルメイヤさん、メイヤさん、そう、梅健さんが白出してるからやった。梅健さん、あ、でもあれはね結構ねいいキル当社と思ってて、停電前に降りて梅健さん石に作って、うん、停電になってすぐ登って切って降りてて梅健さんとそっから一緒だから、うん、開けてもまたメイヤさんいたからなるほどな。そのあのか、ね、じゃあ、なんかエレキ周りの死人怖いですね、武健さん。あの停電起きたら僕エレキから離れますもん。怖いもん。ちなみにそのキルで、あのイビルハッカーでアドミン見て、うん、あ、メインサンダー殺し行こうって言ったら、あの相方と死体とマットメイトでした。インポスターにしか白出してない。全然会えなかったよ。